木下啓介記念館は、静岡県浜松市の各栄町にある記念館である。木下啓介が浜松市出身の映画監督であることから、同市に設置されている。木下啓介記念館は、浜松市指定有形文化財、旧浜松銀行協会に設置されている。第一展示室には、木下啓介の書斎が再現されている。第二展示室では、 木下圭介の追い立ちをたどる写真や映画ポスターなどが展示されている。2階にあるアートホールでは毎月第3日曜日に木下圭介の監督障害の全作品49本を特集にして上映会を開催している。その他に建物の設計者である中村あた介平の資料室も併設されている。開館時間は午前9時から午後5時、休館日は 月曜日、祝日の翌日、年末年始。通りを挟んで向かい側に、1928年10月建築の鴨江アートセンターがある。2002年に、世界的な映画監督としてのケースケを、検証するために始まったものとして、わままつ、映画祭がある。毎年ゲストを招待してのトーク企画を開催しており、過去には、エッセイストの斉藤明美。 映画監督の原圭一などを招いている。正面外観1930年春工。当時の名称は浜松銀行集会所で、この手形交換所研修会所の完成には、後に静岡銀行頭取となる平野茂太郎らの尽力があった。設計者は浜松市出身の建築家、教育者の中村新井助平、50歳の時完成している。思考は、 大林組。1946年に浜松銀行協会と名称を変更され、1998年に国登録有形文化財、2009年に浜松市指定文化財に指定されている。鉄筋コンクリート構造を2階建てで、半円のアーチ窓、ロンバルディアバンドと呼ばれる飾り付きの白い壁、能力のスペイン瓦など、地中海沿岸を連想させる。 スペイン風の建物は中村の欧米旅行の経験が生かされている。北側に面した玄関部の上部には幾何学模様のステンドグラスがあしらわれ、床のモザイクタイルは浜辺に打ち寄せる波と松並木を表現したデザインとなっている。玄関ドアの右側に手形交換所、左側に浜松銀行協会の表札がかかっていたという。2階の天井を高くするため、 屋根も高くしており、建物正面から見ると、右側のパラペットが高くなっている。そのため、瑠璃色のスペイン瓦の軒屋根を作り、建物左側の小さなアーチが連続するロンバルディアバンドを回して、自然なバランスになるよう設計された。前提には、シュロとソテツが植えられている。エントランスホールを中心に、正面奥に、娯楽室、談話室、食堂、 右手に手形交換室、事務室があり、左手には階段があった。階段の手すりと腰壁は人造石研ぎ出し仕上げ。手すりは磨き上げられて黒光りしている。中村はホール腰壁に外装仕様のタイルを貼るなど中庭に見立て屋外の扱いで設計したとされる。現在、展示室となっている2階の部屋は喫煙室で、 正面の窓を開放すると、車寄せ上部のバルコニーに出ることができた。壁は、漆喰くしびきの仕上げられており、バルコニーについていた鉄製の細い手すりは、戦中に供出されたと言われている。二階行動では、各銀行の代表者が、週一回集会を行っていた。2004年3月31日、解散し業務を終了した。ありがとうございます。